はい、現場の松岡です。そしてですね、先ほど大森先生のお手紙にもありましたがですね、今回はなんとアストレアレコードではエレボスという役を担当させていただくことになりました。3周年という節目のイベントでベルク以外のキャラに挑戦できることをとても楽しみにしております。ガン見ですね僕。いやー、もうこう3年間、こう携わらせていただいて、やっぱ思ったのは、他のどのゲームとも違う点といえば、先生の、大森先生の頑張り、皆さん分かりますか？例えば節目ってあるじゃないですか。バレンタインであったとか、夏休みであったりとか、ハロウィンであったりとか、クリスマスであったりとかっていう、その時々によってですね、台本こんなのが来るんですよ。これ追加ボイスの収録ですよねって言っても、ドンドンドンみたいなものが来るんですよね。いや毎回毎回、いやまあ主人公としていろんなキャラクターと話さなきゃいけない、いろんな人たちと話さなきゃいけないっていうのもあるんですけども、いやもう大森先生、お体大事にしてください、ご飯だったらいくらでも僕がおごりますから、一緒にご飯食べに行きましょうよ、息抜きは大事です。前みたいにご飯行って二次会などカラオケ行きましょうよまた、というぐらい深い信仰をさせていただいている松岡なんですけど、本当に改めましてもこの3年間大森先生のこうご活躍と、そしてそれに対してこう毎回毎回大森先生の本ってこうハードルが結構上がってくるんですよね。同じ時系列なんですけど、何百年前何千年前だったりとか、あとはなんかもうこれアニメ化した方が本当にいいんじゃないのっていう超大作が毎回上がってくるので、いやもうこの3年間はですね、本当に自分との戦いでもあり、大森先生の戦いであり、もう皆様の期待に応える3年間でした。はい、そうですね、初めに言っておきます。今回ベル出ません。はい、ベル出ないんですけども、今回僕エレボスという悪役で出させていただけることになったんですけどもね、エレボスっていうその神様が、どういう立ち位置で、こう皆様の前に権限するかわからないんですけども、やっぱり僕がすごいエレボスっていう役を一番最初に思ったのは、前にですね、みんなで断末の確か最終回を見ようっていう回があったんですね。なんかマンションの一室を借りて、でみんなでなんかご飯食べながらみんなで見てたんですけど、その時に僕確か正直言うと微妙に覚えてないんですけど、先生からいや今度のやつでもう松岡さんに悪役をやっていただきたいなって思ってるんですよっていうお話をされたみたいなんですね。だから多分僕のいつもの感じだったら、あ、はい、いいですよ、あ、もう全然全然大丈夫ですっていうのを僕オウム返しのように言っちゃうんですよ。あ、オウム返しじゃない、こう反射的に言っちゃう癖があって、多分そこからの流れで僕今回エレボスという悪役を演じさせていただけることになったと思うんですけど、でも先生、このエレボスって多分エレボスから来たんですよね。そうでしょ、エレボスだからエレボスなんでしょっていうのをずっと温めておきました。何言ってんだろうな。はい、本当に自分も今回もベルの役とは違う形で出させていただくので、全力を持って皆様に悪の権化とは何なのかというのを表現したいと思います。よろしくお願いします。はい、改めまして皆さん、3周年は本当に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。それに対してですね、もう僕たちも毎回毎回その期待、次は何が来るんだろうっていうものがあると思うんですけども、それに応えたいと思って一心不乱に演技をさせていただきました。今回まだ言うて3周年なので、これから4周年5周年って続いていく作品なんですよ、断末って、なのでですね、これからもビシバシ演技をして皆様に心をね震わせながら、
そう頑張っていきます。これからもダンマチよろしくお願いします。